ねえ、今度は私の番よ。ほら、あーして、あーん。あ、食べたー。ねえねえ、おいしい？うまうま、おいちいなのです。見て見て、ほっぺもプニプニよ。目と目があったのでやってまいりましたのです。はい、たっぷりタプタプと無害を演じていれば餌をもらえるのです。はくれないのですか？ともきからはもらってないです。くれくれ。ほやや、これがともきの愛の大きさ。ならば愛などいらぬ、いらぬ。小さな愛、それでも心に響くのです。そう、私は愛を求めて宇宙をさまようさすらい人。誰にも渡しませんよ、ともきの愛。愛は甘く切ない味なのです。今度は大人の味を知りたいです。中低甘。要するにね、この法則を利用して東雲くん、眠そうな顔してどうしたのかな？お昼ご飯の後だからちょっと眠いかな。気分転換にちょっと空気の入れ替えでもしよっか。窓開けてもらえる？傘持ってきてない。それは困るね。でもすぐやみそうかな。濡れちゃう前に閉めよっか。はい、入れ替え終了。東雲くんも少しすっきりしたかな？はい、いいお返事だね。それじゃあ次の35ページの問題いってみよっか。孤独は毒なのです。ほや、気をつけるであります。私には透けて見えるのです、あなたのハート。以前は目からビームが出せたような記憶が。ビーム出ろー。あ、ダメなのです。出ませんね、こりゃ。放課後のアバンチュールを味わいに、そして放浪、ほろろ、ほとほろ。おおむねその通り。ともきの部屋、広いのです。おややんと。ともき、あの前のものは？おや！インスピレーション、キュポンときました。お絵かきしたいのです。あ、ではでは。よいしょよいしょ。芸術が爆撃したのです。ドドドーンと。今日は遅いんだね。私はちょっと。私帰るね。ともちゃんこそでしょ。私も別に。先帰るね。なんでそうなっちゃったんだかね。よう、おはよう。仲直りはまだか？まあな。すぐに戻るかと思ったんだが、割と長引きそうだな。なんだそりゃ。いや、女は一度決めたら頑固だぞ。さあ、おとなしく学校行こうぜ。スバルも極端だね。いやー、なかなか大したもんだ。別に相談に乗った手前気になってはいるけど、俺はほら親友だろ。むしろ心の友と書いて親友でもいいぞ。お前らのこと、このクラスの今最高に熱い話題だから。新聞も出てるし。うん、さっき14号配ってたよ。あれ、新展開出てたか。フランソワーズどうなったんだ。まあ一番熱い話題だからしょうがないんじゃない。我々は宇宙のスペース無限の銀河だだ答えてキューだだだだだからにして大宇宙の大いなる友愛を保つ。ロブ物園ではこの度生まれたパンダの赤ちゃんの名前を広く一般に募集することに。今日のゲストはこちらの方です。ねえねえねえ、私は誰？また私は。世界が回る、ぐる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 。あ、電気屋？ん？ともきじゃないか。どうしたんだ、ぼーっとして。俺か？俺はもちろん。下品な言い方をするな。俺はだな、天川先輩に大事な用を仰せつかっているのだ。もちろんだ。そして俺の帰りを待っておられる。そうだ、こうしてるわけにはいかんと。その前に一つ聞きたいんだが、最近みんなの様子がおかしくないか？天川先輩もそうなんだが、茜君もついでに言えばお前もだ。いえ、教えろ。一体天川先輩に何があった？そうだった。俺は申し訳ありません、天川先輩。荒木健二、ただいま参ります。チワワ、おみゃ。おみゃ。ゴロゴロ、私は銀河の渦、宇宙の中心。遊べば遊ぶとも。虚しさは愛ゆえに。かく四角角張ってはこの世は生きられぬ。自然体が一番です。自然あ四角私は四角しかし四角張ってはこの世は生きられぬ。では私は生きてない。私は生きてないのに生きている。おや？はいや、私はともきと遊ぶのですよ。ご本を読んでいただくのですよ。ではこれを。基礎の学術書なのです。初級の。これなのです。ここからご近所なのです。行きましょう。ママ、どこ？ママ、ママ。ママが知らない人とお話ししちゃダメってともき兄ちゃん？お肉買いに来たの。はい、いらっしゃい。その子？いやー、見てないね。あそこ！何してんの？その子は？そうなんだ。僕、お名前は？ケイお姉ちゃん？そう、ケイだよ。いい子だね。え、僕が？それが人に物を頼む態度。帰る。まあしょうがないか。ほっとくわけにはいかないでしょ。それじゃああっちのスーパー行ってみようか。別にいいよ。あっちはどうかな。お兄ちゃん、おしっこ。ママ、泣かないのね。ほら、お姉ちゃんと手をつなごう。あんたもそっちつないであげて。守る。ママ、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 どこ行ってたの？もう心配させて。あのね、あのお兄ちゃんとお姉ちゃんとママを探してたの。あら、すいません。うちの子が迷惑かけちゃったみたいで。学生さん？この子ね、気を抜くとどっかに行っちゃう癖があるのよ。本当にありがとう。そうだわ、お礼に。そんなお礼なんていりませんから。当然のことをしただけだもんね。うん、ありがとう。それじゃあ私たちはこれで。何急に改まって。別に何でもないよ。いいって、少し楽しかったし。何でもない。じゃあ僕もそろそろ帰るよ。何？うるさいな。じゃあね。よう、仲いいじゃん。なんだはねえだろ。ケイと何してたんだ？やっぱり乗り換えるのか？おお、じゃあまあそういうことにしといてやろうか。冗談だって。まあいいことしたな。ねえ、もう帰るのか？ちょっと遊んでいこうや。ただのポリゴン格ゲーだろうが。脱衣麻雀も知らないのか？お前いつの時代の生まれだよ。なんだそれ。まあやってみれば。暑いからかよ。ある意味俺もそうだよ。いや、はいよ。ポークカレーにチキンカレーね。ああ、今日は休みなんだ。何か用でもあったかい？ところでよ、ともき、どう思う？天文部のことだよ。このままでいいと思うか？だよな。あれ以来セリもなんだか落ち込んでるし。そりゃ学校で露骨にそういう顔を見せるわけにもいかないだろう。あれでも教師だぞ。まあな、こっちの話は別にいいんだ。まあ一番大変なのはお前だろうけどな。お前と星見が仲直りするのが一番なんだろうが、それが一番大変そうだな。部長はああいう人だし、ソラちゃんも今んとこ複雑だろうしな。まあ頑張れってことだな。俺が妙に間に入っても複雑になるだけかもしれないだろう。それに俺はいざとなったらどうあったってセリをかばっちまうし。さあお待ちどうさま。何か難しい話をしているようだからね。そういう時は空腹ではいい考えはまとまらないだろう。マスター、ありがとうございます。痛い、痛いっすよ。おや、友坊、ずいぶん遅かったじゃないか。別に私は構わないがね、親御さんの元を離れたからってあんまりおいたをするんでないよ。スバルちゃんならもうとっくだよ。女の勘、坊やに侮られてたまるかい。それにしてもあんたらずいぶん派手な喧嘩をしたんだね。うん、でもスバルちゃん泣いてたよ。嘘。ああ、悪かった。でもまあ泣きそうな顔はしてたね。そりゃあもう。あのまま首くくっちまうんじゃないかって思ったぐらい。案外冗談でもないんだけどね。思い込みの強い子だからね。まあ何があったか知らないけど、女の子にあんな顔させるもんじゃないよ。あんたも嫌ならさっさと仲直りしたら？言うだろ、後悔役に立たずって。似たようなもんさ。それにいつまでも好きでいてくれると思うんじゃないよ。ま、青少年をいじめるのはこの辺にしとくかね。友坊、女をバカに押しでないよ。トモキじゃないか。朝から当たり前のことを言うやつだな。ん？ところでな、今週末の合宿のことだけどな。当たり前じゃないか。何か不思議か？だからって今週もやっちゃいけない決まりがあるのか？あんなことって？ん？もちろんだ。誰が？は？何を？は？私が？誰と？なんで？知らなかったぞ。いや、知らなかった。で、それと合宿と何が関係あるんだ？で、合宿のことだが、よう、おはよう。今日も相変わらずか。なんか疲れてないか？ちょっと。ん？ああ、おはよう。なに話そらしてるんだよ。別に大したことしてないよ。大げさだな。おはよう、ともちゃん。そこどいてくれる？邪魔だから。それとちょっと声うるさいよ。朝から元気だね。ねえねえみゆきちゃん、昨日のあの番組見た？